ちろんいらっしゃい。まあそうだな、まああんまないっすよ、うん、男がいないふりしている女は 100% 男がいる説はガチ。男がいる？男がいる？いないふりしている女は 100% 男がいる？それは配信者じゃなくて？配信者多いよね。男いないふりしているやつって大体あれだよな。彼氏いるよな。女性の人は。うん。あとクリスマスとか誕生日の日に配信しねえやつな。クリスマスとか誕生日に配信しないやつは、大体女性は、大体クリスマスとか誕生日の日、配信時間が短いとか、ね、そういうやつは大体、彼氏いる。そこでなんだけど、僕誕生日は配信しないって言ってなかった？前回の配信で。俺もそういうところ女の子っぽいんだろうな。うん、俺言ってなかった前回の配信で、まあアーカイブ見てもらえばわかるんだけど、そう、誕生日に配信しませんよって俺言ったでしょ。まあ、誕生日くらいもさ、そうそう、まあ、1年目の誕生日くらいはさ、配信しないでさ、まあ、2年目、3年目は配信すると思うんですけど。何？配信減ると、しれっと彼女作って、ルセス。さまつ、それは、実はだけど、前もって彼女ができた頃、報告したリスナーさんがいるんで、一番最初に報告したリスナーさん、通話で話したんだけど、その時、配信は女できる、ね、彼女できると配信しなくならないから、配信しなくなるから、ね、配信すれば全然自分は何でもいいんですけどね、って言ってさ。確かにそうやね。ただ俺は本当に家のこととかいろいろあったのよ。ロディいらっしゃい。すまんね。で、そう、そういうわけじゃないんだけど。すまん。まあそんな感じだよ、でも。うん、よし、いらっしゃい、うん。なんですぐ報告しなかったのか？すぐ、なんでか。なんだろうな。ともさんいらっしゃい。なんでか。本当はね、もうちょっと遅く発表しようと思ってたんだよね。自分が家とか決まってから発表しようかなと思ってたんだけど。まあね、ご覧の通り、まあ皆さんね、気づいた人もいると思うんですけど、先ほどコメントあったんだけど、まあね、まあそれと、あとネックレスもらったから、あと実はまあね、指輪も、そうそう、指輪ね、実は昨日か、あ、今日か、A ちゃんいらっしゃい。今日届いて指輪が、まあまだしてないんだけどさ、ね、そうそう、指輪もつけるでしょ？で、いちいち配信のために外すのも変じゃん。ね。だから配信ってどうせ指輪ついてるの見えるだろうから、まあ遅から早からまあね、発表しようかなと思ってて、そんな高いもんじゃないですよ、本当に1万円とか2万円ぐらいの、じゃあ1万円とか 2万円を、だって金がないんだから、パイセンの彼女可愛い、それは自分にとって可愛いに決まってんじゃん、配信者って指輪を送るの好きなやつ多いよな。指輪を送るの？大体さ、付き合って最初にプレゼントとかであげるもんって、ペアのさ、ネックレスだったりとかさ、指輪、もしくはピアスしてる人だったらピアスなのかもね。大体指輪とネックレスってデフォルトじゃねえ、これ。きっと。うん。なんか付き合った証じゃないけど、そんなもんなんじゃないの？多分誕生日だったりとか、クリスマスだったりとか。指輪重い？いや、そりゃ結婚指輪とか婚約指輪でしょ。別になんかペアの指輪でしょ。別に重くもなんともないだろ。なんか付き合った証みたいなもんじゃん。軽いもんじゃない、うん。付き合ってすぐに指輪なんてやらねえよ。別れた時ワーワー言う。どんな彼女と付き合ってんだよ。何？何？その指輪返してくれとか言われんの？
いるよな、そういう人って。なんかたまにさ、自分が誕生日プレゼントとか、なんかいろんなプレゼントあげたものをさ、別れた時に返してくれっていうやつ、なんか昔配信者でいたな、それ。いたんだけど、ないだろ、そんなの。3月10日に付き合って、今日指輪届いたとか、どんな設定？どういうこと？ 3 月10日に付き合って、今日指輪届いた、え、俺3月10日に指輪を買うの？逆だったらわかるよ。今日付き合って3月10日に指輪届いたならおかしいと思うけど、別に時系列的に普通じゃねえよ。ビビったんだけど。3月10日に付き合って今日指輪が届いたんだよ。普通だろ。逆に指輪が3月10日に届いてね、今日付き合いましたったらおかしいけど。びっくりだな。遠距離恋愛ではないね。まあいいっすよ。彼女の話は。これ、なんか一部、ひがみっていうみたいなのがちょっといるから。一部、そう。アンチは彼女ができたことを認めたくない。そう。だから、一部、ひがみっていうみたいなのがね、一部だよ。ほんの匿名さんの一部にひがみっていうみたいなのいるから、ケンケンらして。すいませんね。さすがにこれが不可視ならマジで引くわ。あのさ、彼女ができたとかさ、何、エッチをしたとかさ、そんなの不可視でどうすんだよ。俺にも得ねえし、みんなにも得ねえだろ。何の得も生まない、損も生まないよ。そんなプラマイね、どちらもならないことし言わねえだろ。まあそんなのです。これ信じるピンリスは頭おかしいだろう。やばいよね。逆に病気だよね。そのね、信じる信じないっていう物事じゃなく、ああ、そうなんだ。で、終わり話ね。この話を彼女ができたかできないか、信じるとか信じないっていう話じゃなくて、ああ、彼女できたんだ。ああ、こんなもんですよ。人の恋愛なんて。普通ね。俺もそう。他の人が彼女できたら、ああ、そうなんだ。よかったね。それくらい。何をそれを無気になって信じる信じないとか、アホなこと言っとんまんかい？肩の力を抜け。本当に。お前がリカピーの時吹かしてたんだよ。リカピーとは付き合ったっていう事実は出たじゃん。もうちょっとさ、な、どこだこれ。遠藤学ぶ？ああ、ニコ生系統の人？やっぱりもうちょっとニコ生系統の人はもうちょっとさ、生放送見た方がいいよ。やっぱ時代遅れてんだよ。あの閉鎖的なさ、ニコ生っていうサイトで配信見てるぐらいの視聴者だから、閉鎖的すぎちゃって、いろんな配信サイトのこと見てないのよ。見た方がいいよ、もうちょっと。かわいそうに。